よし、450日ログインボーナスゲットだ。早速見ていこう。これか。おお、なるほど、こういった感じのシジルか。まあ似たようなやつ多すぎるけど、まあ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 、今回はシジルを見るための動画じゃない。そう、今回はプライム武器のおすすめを見る動画ということで、そう、今回はね、そう、現状入手できるプライム武器をね、ちょっと話していこうかなと。どれがおすすめなんだっていう話をね、ちょっとしていこうかなと思います。ここ重要ね。まあ一つ言えることは、地球に来る意味はなかった。アーセナルでよかった。つうか正面熱すぎるんだよな。ちょっとこちらランプです、熱くなりますってか。ざけんじゃねえ。今の状況とは全く関係ないけどね。だが今日の野草は完璧さ。そう、何せ陰も踏めてるからね。おら、よし、じゃあ見ていきますか。で、まずは先にプライマリー武器から見ていきましょう。で、次セカンダリー近接っていう順番で見ていきます。あとね、入手するリリックは字幕で多分つけると思います。ということで、まず一つ目、ブラトンプライムからということで、こちら、尖った性能はないんだけれども、やっぱり扱いやすいかな。素直な武器だね、こちら。なんでね、どこに持ってっても腐ることはないのかなって思います。よし、二つ目、こちらですね、シバリスプライムということで、ロータス、お前の出番じゃない。お前の出番はデックスシバリスの時だ。この武器ね、デックスシバリスとすごい似てるんだよね、性能面も。だからちょっとね、目立たない武器の一つかなって思うんだけれども、まあプライム武器の中で、現状入手できるプライム武器の中では、まあ強い方なのかなって思います。はい、三つ目、ティグリスプライムということで、こちらショットガンの武器になりますね。なんですが、野草の動画で散々ネタにしてきてるんでね、まあ強さは分かってるんじゃないんでしょうか。ただマスタリーランク13からということで、入手するのはちょっと、後々になってくるのかなって思いますが、こちらの武器めちゃくちゃ強いですね。作って損は絶対にない武器なんで、こちらは。てか現状入手できるプライム武器のプライマリーってあんま強いのねえな。こっからね、セカンダリー武器の紹介ということで、レックスプライムですね。この武器はね、ステータス面もかなりいいし、単発火力もあるし、状態異常確率もね、地味に高いということで、強いですね、普通に。あと、幅広い使い方ができるのかなって思います。近距離でとりあえず連打するような感じのね、使い方でもできるし、あと、遠距離で狙撃する感じで使い方もできるし、すごい幅広い使い方ができますね、この武器は。さあ、あと、やっぱり、AK レックスプライムっていう、なんか、レックスのね、素材を使って、作れる武器があるんでね、作っておいて損はないでしょう、こちらの武器は絶対に。続いてこちら、 AK スティレットプライムということで、まあランキング動画の方でも出てきてるんですけれども、やっぱりこの武器は強いですね。クリティカル特化にしても強いし、状態異常特化にしても強いしっていう感じで、普通に強いですね。リロード速度が速いおかげで、かなり扱いやすい武器ですね。バランスですね、この武器は。ただ、ちょっとね、まあ、パーツ集めが大変かなっていう武器の一つかなって思います。はい、続いて三つ目、ユーフォナプライムということで、こちらなんですが、まあ、クリティカル特化で使っても強いし、ショットガンみたいな感じでね、状態異常確率を上げて使うっていう手もあるし、まあこの武器もまた幅広い使い方ができるのかなって思います。ただしちょっとね、弾速がある武器で、さらに落ちるんですよね、弾が若干。なんでね、そこがちょっと癖が強いのかなって思います。ん？この武器マスタリーランク14からなんだ。へえ、初めて知ったよ。はい、続いてバリスティカプライムということで、最近プライム化された武器の一つですね。なんですが、ちょっとね、癖が強いですね、こちらの武器。ただし特殊効果は十分強いですね。あと、マスタリーランク7からということで、比較的に低い時に作れる武器の一つなんで、紹介しておいて損はないのかなって思いますかね。まあレックスプライムとかでいいかな、これ作るぐらいだったら。はい、こっからね、近接武器編ということなんですけれども、ガラチンプライムですね。見た目がかっこいいし、普通に強いです。テンポロイヤルでブンブンしてるだけで強いですね。MS、そして CO に頼らずとも火力がある一定以上は出せるっていう武器はね、なかなかないんでね、強いのかなって思います。はい、続いてシルバー&エイジスプライムということで、こちらの武器普通に強いね。
CEO、そしてブラッドラッシュとも相性が良くて、強いですかね。ただ、剣盾っていうところで、ちょっと癖が強い武器の一つなのかなって思います。ただ、野草は普通にこれ、今でも使ってますね、地味に。なんで、それぐらい強いです、こちらの武器。おすすめです。はい、続いてニカナプライムということで、先ほどね、紹介したガラチンプライム、そしてシルバー&エイジスプライムと比べると、ちょっとステータス面がね、弱いんですが、マスタリーランクの制限を受けずに作れる武器の一つなんですよね、こちらのプライム。なんでね、パーツ集めたらすぐ作れるということで、紹介しようかなと思います。紹介しようかなっていうか、特に説明することないな。これあれだな、紹介するものがちょっと少ないな、近接武器。セカンダリーだったら結構あるんだけれども。まあ、こんな感じかなっていうところですかね。ということで、以上、野草でした。またね、バイバイ。